お好み焼き屋さんというとこう古い感じのイメージがあるんですけれども、家族連れや女性が気軽に入れるようなお店を目指して、外観をちょっとおしゃれに、で内観も大正ロマン風な落ち着けるような作りにしております。手間をかけた味、手間を惜しまない味、手間を惜しまずにサービスできるお店という意味で手間味という名前にしました。豚のお好み焼きにキムチを混ぜ込んで、キムチ味のお好み焼きを作りました。全体にキムチの味を味わっていただくためにすべて混ぜ込んでそれから焼いております。山芋をたっぷり入れて、あとだしと小麦粉で練って寝かしてから出しております。ソースも基本修行したところと同じように、いろんなソースをブレンドして、で使い分けて作っております。キムチ味です。ちょっと酸味のある辛さのお好み焼きでございます。ネギ焼き自体があまり全国では有名ではないんですけれども、大阪では普通に、お好みのキャベツの代わりにネギを使って焼いたものが人気があって普及しておりまして、牛すしとこんにゃくを何時間か煮込んでそれを、中に挟んで、ネギ焼きのソースはまた別で変えておりまして、ニンニク風味を効かした特別の醤油ソースをまた別で作って、はい、使っております。ネギもりもりです、はい、ネギネギしたお好み焼きです。例えるなら、そうですね、すき焼きみたいな味ですかね、はい、うちの豚チーズモダンは豚のモダン焼きにチーズを入れてボリュームアップしてチーズの味も楽しんでいただけるように作っております。タレは、甘い醤油ダレを使っております。ソースをかけてその上にさらにパルメザンチーズを振りかけてアクセントを出しております。うちで飼ってる猫です。ジバニャンっていう名前です。猫アレルギーの方なんかもいると思うので、あと飲食店っていうのもありますんで感染隔離して猫の部屋の空気もこっちに漏れてこないような構造になっております。ジバニャンに会いたいって来てくれるお客さんや電話で予約するときに猫の見える席、一番猫が近い席もしよかったら予約で取りたいんですけどっていうお客様もいてくださってるんで、飼い主より可愛がられてるんじゃないかなと思ってます。